なりたいチャンネルです。新しく雲ですが、何か二次創作が始まります。それでは苔玉ですが、何か新たな世界へ。20にテキーの堕天使朗読を始めます。苔玉ですが、何か新たな世界へ。20にテキーの堕天使。あの後荒廃した戦場から見つからないように離脱した私たちは、先に撤退していたパペットタラテクトたちと合流して山の奥深くへと登り、戦場だった場所の様子がギリギリ見える切り立った崖の上に腰を下ろして佇んでいた。だいぶ人族が死んだかな。これで少しでもシステムの足しになればいいけど。そうですね。遠く離れたこの場所からでも、乾いた土の匂い土地と増物のきつい周期が感じられる。夕暮れの斜陽に照らされた大地は、土の茶色も血の赤も等しく暗い茜色に染め上げていた。思うんだけど、どうやって生き延びたんだろうね。それは、私にもわからないです。魔王様は、ぽつりと疑問を口にする。不死のスキルを持っていても殺すことが可能な方法は主に2種類あって、魂そのものを破壊する下道魔法のハコン、魂を分解してシステムに還元させる深淵魔法の全般が、システム内で不滅を約束されていても問答無用で殺害する例外中の例外だった。それが直撃して跡形もなく体は消え去ったというのに、どんな方法でクモコちゃんは生き延びたのか私には皆目見当がつかなかった。ああ、そうそう、改めて君のことをコケちゃんって呼んでもいいかな。あのクモちゃん、若葉ヒーロちゃんの呼び方も考えないといけないかな。私の名前はそれでもいいですけれど、クモコちゃんはクモコちゃんだから、若葉さんという呼び方はちょっと。うん。魔王様が首をかしげているけれど、そこは私の中で譲れないポイントだった。あとさ、魔王様なんて仰々しい呼ばれ方されると何かむずがゆいというか、もっと砕けた風に呼んでくれると嬉しいな、アリエルとか。頬を指で書きながら彼女は苦笑する。では、アリエルさん、と。そう言うと、アリエルさんは軽く微笑む。さて、これからどうしようか。クモちゃんの居場所もわからないし、ぶっちゃけできることなんて今はないし。それなんですけど、進化ができるみたいなので、その間守ってほしいかな、と。戦闘途中で聞こえたアナウンスの記憶と、ステータスに表示されている進化可能の文字。そこに示されていたのは全く別系統への進化であり、人型になれるかもしれない可能性だった。なるほど、一応鑑定してもいいかな。どうぞ、鑑定妨害も外しますので。支配者権限の妨害機能をオフにする。そして私のステータスを見たアリエルさんが驚いていた。ウッファ、何この粒子脳差に匹敵するステータス。しかも、強欲の支配者、取っちゃダメなスキル筆頭じゃん。一応下道無効があるとはいえ、こんなの持っているのに随分正気を保てている方だよ、本当。しかも見たことないスキルもあるし、何この文字化け、鑑定不能。ブツブツとつぶやき続けるアリエルさん。それを無視して、私は空脳に入っている残りわずかとなった食料をすべて取り出す。進化した際には MP と SP がごっそり持っていかれてしまうけれど、根本的に種族が変わる場合では、どんな影響が発生するのか不明だったので用意できるものはすべて出しておく。そして進化可能の項目へと注目した。マステマ、進化条件、特定の種族の魔物、レベル50、強欲または勤勉もしくは節制スキルを所持、説明、混ざり合い落ちた模造の堕天使、敵意と憎悪を司り悪霊を率いる者なり。説明文には何やら恐ろしげで意味深な内容が書かれているけれど、それら一切を無視して進化の選択肢を決定する。今さら、こんなことをいちいち気にして、立ち止まってなんかいられない。やることは、これからもたくさんあるのだし、力を得られるのなら善悪なんて問わないのだから。進化が開始されると、私の体は苔に包まれていく。それはどんどん膨らんで人一人が入れるほどの巨大な苔玉になると、その中心にいた私の意識が少しぼんやりし始めて、体が末端から形を失って苔と一体になっていく。まどろむような感覚に身を任せていると元々のガのような肉体が全て溶けて消えてしまい、なのに意識は保ったまま球体の中を漂っていった。
苔の塊をまるで子宮とみなし、その中心に新たな体が形成され始めると急成長していき、人のシルエットをかたどっていく。体を丸めたまま、ゆらゆらと苔のクッションの中に浮かぶ、人のようで人ではない姿。そしてある程度の大きさ、未だ幼さの残る年頃くらいの体にまで成長するとゆりかごは崩れ落ち、空いた隙間から光を浴びながら外気に触れると、一匹の魔物は新たな姿へと生まれ変わって一人の少女へと姿を再誕させたのであった。重力に惹かれて地面に落ちる。剥がれ落ちた苔が地面を覆っていたので背中に当たる感触などは痛くなかったけれど、手足の感覚がおぼつかない。長いこと忘れていた人間の形をした手足を動かす感覚に脳が戸惑い、その齟齬を埋めるための調律作業に、私は地面に寝転んだまま四苦八苦していた。そして仰向けで空を眺めながら、そっと顔に触れる。黒く染まった指先の硬い感触が頬に突き刺さるけれど、手のひらに柔らかな皮膚の感触が返ってきて顔のパーツを確かめていく。うん、人の顔、だと思う。何度か瞬きをして半目だった瞳からまぶたをきちんと開くと、私は両肩の2本と首裏から伸びる2本の合計4本ある腕で上体を起こす。他にも、いくつか前世とは違う感覚があるけれど、それらは一旦置いといて私はアリエルさんがつぶやいた言葉が気になって視線を向ける。これ、そんな、お母さん、ちゃん、嘘、ありえない。唖然とした表情でこの本を見る彼女の顔には信じられないという感情がありありと浮かんでいた。視界に映る、毛先に向かって薄い金色から濃い緑色へとグラデーションする非常に長い髪を片手ですくい指でなぞりながら、私はアリエールさんに顔を向け質問をした。ああ、アリエールさん、それって、どういう意味ですか？声の出し方を忘れかけていたせいで声帯がこわばっていたけれど、数回発声練習をすると感覚をつかみ直して、ゆっくりと言葉を紡ぎ出す。口内の作りが違う、舌の感覚に違和感が。これ、いや、一見似ているけど違う、ちゃんはもう、それにまだサリエル様は。私を置いて、狂乱するアリエルさん。まるで知ってはいけない何かを知ってしまった時のように、視線が泳ぎ頭をかきむしって上言を叫び続けていた。私はふらつきながら立ち上がると、硬質な外骨格に包まれている虫のような足先で、しっかりと地面を踏みしめながら歩き、この小さな細い体でアリエルさんを抱きしめた。あばらの浮いた貧相な胸だけど、焦点が合わず内面に潜ったまま戻れなくなっているアリエルさんの頭を抱きかかえて優しく撫でる。ステータスの差から一度振り払われそうになるけれど、なんとか耐えて優しく包み続けること、十数秒。落ち着きを取り戻したアリエルさんは、少し赤くなった顔で私を引き剥がした。もう大丈夫、というか裸、そんな格好で抱きつかないでよ。こっちまで恥ずかしくなる。頭を振り雑念を追い出したアリエルさんは、頭痛を耐えるように額を押さえながら私を指さす。視線を下げると、首元の緑のふさふさで見えづらいけど一糸まとわぬ痩せぎすの体が映った。ああ、本当だ。どうしよう。全裸だというのに対して感情が揺さぶられることなく、平然としたまま自分の体を見下ろす。単に、今この場所にはアリエルさんたちしかいないからなのか、それとも人としての感性が摩耗していたからなのか。それはわからないけれど、今はとりあえず確認を優先していった。前世と同じ、あるいはそれ以下に小さくなった気がする薄い胸や、脇腹、腰などを触っていく。肩から伸びる腕は人に近い肌だけど、肘から手首にかけて苔で包まれている。もう一方の背中の腕は全体が苔で覆われていて、内部の硬い感触から虫としての手足に近い構造だと感じられた。それと、左の脇腹に稲妻みたいな傷跡のへこみがある。首裏に手を回すと、増えた腕だけではなく他にも感触がある。足首まである髪に完全に隠れていたけれど4枚の羽も健在で、肩甲骨と首との中間から生えており、そこにあると理解すれば自由に開いたり閉じたりが可能で、その度に髪を大きく揺らした。お尻の方からは尻尾みたく、以前の腹部に当たるものがおそこ骨周辺からつながって背後に伸びており、短い柔らかな毛並みと弾力のある中身の感触が指先に返ってくる。
アリエールさんと並んで立っていると、目線の高さがほぼ同じで自然と瞳が交差する。若干、そう若干わずかだけど、私の方が、身長が、低いような気がした。コンセも、また低身長なの？地味に、今までで一番精神ダメージを受けた気分になり、どんより落ち込む。ふと、自身の顔が気になった私は鏡になるものがないか考える。鏡、水鏡、向こう側が透けてきちんと映らない、凹凸のない金属質の土壁を重ねてみれば、いい感じかな。品質は低いものの、即席にしては上等な鏡を作り上げると、そこに映った顔を見て少し驚く。目元や表情の薄さで印象が異なるけれど、前世の顔とよく似ている。前はパッチリしていた目が眠たげな垂れ目気味になっている変化はあるけれど、その他のパーツは前世と同じ、いや左右の歪みといったズレもなくなっているようで、無表情染みた顔も合わさり人形みたいな顔つきだった。鏡に映った瞳は光を反射しないすすのような墨色で、黒目の中には青白い円環が2本刻まれており、それが拡大と収縮を繰り返して、まるでカメラのレンズのような瞳だと思った。耳の上あたりからは触覚だったものが横に伸びながら垂れ下がっていて、もともとの触覚の形状からオレンジ色の鳥の羽を飾りにして留めているようだった。頭上にはぼんやりと光る光輪が浮かんでいて、その形はまるで羽を広げた蛾のような巨像が投影されていた。手で触れてみようとするも実体がないようで、伸ばした手は宙を切ってすり抜ける。口を開いて口腔内を確認すると下顎のところに異様に長い舌が収められていて、紙でできた笛のおもちゃみたいにくるくると伸びていく。舌の先端には小さな穴が開いていて、そこから空気を吸い込めることからストローみたいな構造だと理解した。あ、これ興奮が変化した部分なのか。そんなことを裸のまま気にせず確認作業を続けていると、顔面めがけて布の塊が押し付けられた。枠、早く、服を着ろ。渡された布を広げると、巨大な白の無地の一枚布で、急遽アリエルさんが糸を操作して作ってくれたみたいだった。長くて重たい紙と4枚の羽を巻き込まないように、背中から羽などは外に出すようにして体に巻くと、とりあえず一応は全身隠すことができたが、手で押さえていないと簡単にはだけてしまいそうだった。ああ、どこかで服を買わないとダメかな、これは。額を指で押さえ、うなるアリエルさん。アリエルさんと同じくらいの小さな少女が、一枚布を巻いただけでその下は全裸。確かにこの格好はよろしくないなと、私も思った。近くに街とかは？ここからならケレン寮の中心が近いかな。顎に手を当てながら上空に視線をさまよわせるアリエルさん。では、行きましょうか。そうだね、それがいっか。アリエルさんが歩き出すと、身を寄せ合って座っていたパペットタラテクトたちも起き上がって彼女の後についていく。私も後を追い、ついていくけれど、まだ慣れない二足歩行よりも空を飛んでいる方が楽なので、ふわふわ浮かびながら追いかけた。そうして私たちは移動を開始して、黄昏に染まる戦場跡地が地平線に消えて見えなくなるまで、ただただ進み続けるのであった。あ、そうだ、ステータスの確認。マステマ、レベル1、名前、コケモリ、マリ。ステータス。HP、15367分の15367、緑、プラス1700。MP、9428分の47519、青、プラス0。SP、12804分の12804、木。818分の12463、赤、プラス0。平均攻撃能力、8141。平均防御能力、45566。平均魔法能力、52411。平均抵抗能力、46451。平均速度能力、48599。スキル。HP 超速回復レベル4、MP 高速回復レベル10、MP 消費大緩和レベル10。魔力精密操作レベル10、SP 高速回復レベル10、SP 消費大緩和レベル10。状態異常大強化レベル10、貫通大強化レベル6、衝撃大強化レベル6、破壊大強化レベル5。
打撃大強化レベル5、斬撃大強化レベル4、暴風強化レベル10、水流強化レベル10、大地強化レベル10、聖光強化レベル7、火強化レベル4、雷強化レベル8、闇強化レベル2、魔人砲レベル10、大魔力撃レベル10、魔力付与レベル10、魔法付与レベル10、神竜力レベル3、神竜結界レベル1、東人砲レベル8、気力付与レベル10、技能付与レベル5、強麻痺攻撃レベル10、昏睡攻撃レベル10、猛毒攻撃レベル6、強酸攻撃レベル5、下道大攻撃レベル10、非攻撃レベル3、麻酔合成レベル10、催眠薬合成レベル10、心霊コケレベル10、ランマの鱗粉レベル5、死滅の鱗粉レベル3、鎧の天才レベル4、体術の天才レベル1、剣の才能レベル4、空間軌道レベル10、高速飛翔レベル10、高速遊泳レベル4、念力レベル10、投擲レベル4、射出レベル10、隠密レベル10、霊愛矢レベル10、隠蔽レベル3、無音レベル10、無臭レベル10、無熱レベル6、集中レベル10、思考超加速レベル10、未来視レベル7、並列意識レベル10、高速演算レベル10、記録レベル10、軍師レベル1、連携レベル4、命名レベル5、召喚レベル4、眷属支配レベル2、帝王、命中レベル10、回避レベル10、確率大補正レベル10、鑑定レベル10、演話レベル4、光魔法レベル10、聖光魔法レベル10、極光魔法レベル2、水魔法レベル10、水流魔法レベル10、爽快魔法レベル4、風魔法レベル10、暴風魔法レベル10、テンペスト魔法レベル6、土魔法レベル10、大地魔法レベル10、地裂魔法レベル10、獣魔法レベル10、隕石魔法レベル10、治療魔法レベル10、回復魔法レベル10、奇跡魔法レベル1、麻痺魔法レベル10、睡眠魔法レベル10、空間魔法レベル10、次元魔法レベル4、下道魔法レベル10、毒魔法レベル10、雷魔法レベル10、雷光魔法レベル4、氷魔法レベル5、火魔法レベル5、影魔法レベル10、闇魔法レベル3、物理大耐性レベル2、成功耐性レベル9、水流無効、暴風無効、大地無効、重無効、炎熱無効、状態異常無効、酸無効、暗黒無効、内向耐性レベル1、腐食大耐性レベル3、気絶無効、恐怖大耐性レベル7、苦痛無効、痛覚無効、下道無効、暗視レベル10、五感大強化レベル10、視覚領域拡張レベル10、万里眼レベル3、天命レベル10、天魔レベル10、瞬身レベル10、耐久レベル10、合力レベル9、城塞レベル10、天灯レベル10、天守レベル10、伊達天レベル10、大魔王レベル1、宝飾レベル7、激怒レベル3、強欲、征服、戦法レベル3、進行、下脱、総根、魂魄召喚レベル1、神聖領域拡張レベル9、神羅万象レベル10、近畿レベル10、N%L イクオール W、スキルポイント187690、称号、悪敵、味方殺し、血縁喰らい、麻痺術師、睡眠術師、無慈悲、魔物殺し、魔物の殺戮者、強欲の支配者、竜殺し、恐怖をもたらす者、竜殺し、狂乱の主、率いる者、覇者、信仰の支配者、王、魔物の天才、人族殺し、人族の殺戮者、人族の天才、うわぁ、ちょっと言葉にできないステータスとスキルの数々が、そこにあった。総根、支配下にある魂を管理し、操作できる。魂魄召喚、支配している魂によりしろを与え、現世に呼び出す。これは、強欲で溜め込んだ魂を使えということなのかな。けれど、すでに漂白した魂では対象に選ぶことができないみたいで、今は使えないみたいだった。そして、いつの間にか名前の欄が追加されていて、コケという名前になっているのにも気づく。アリエルさん。なんだい。私は、さっきアリエルさんがつぶやいた名前について思い浮かべる。さっき、私のことを、って。ああ、
気にしないで。ずっと昔の家族の姿が重なっただけだからさ。その悲しげな過去を忍ぶかのような声になんとなく察した。少しだけ私の愛称と音の感じが似ていたその名前、その人は一体どんな人だったのだろう。気になりつつも私はそれを問うことはしなかったのだった。そして日が落ち、空に複数の月が浮かぶ時間に、ケレン寮の領土にやってきた私たちを待っていたのは、高校と燃え盛る街の姿だった。次回は、雲ですか何か、二次創作、苔玉ですか何か、新たな世界へ、23、殴り合いの大喧嘩、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。